鬼柴田、鬼の権六などの異名を持つ柴田勝家は、大河ドラマでは欠かせない人物です。麒麟が来るでも安藤正信さんが演じていますね。戦上手で勇猛果敢、情に厚い武骨なイメージのある柴田勝家、羽柴秀吉と織田信長の後継者争いで対立し、賤ヶ岳の戦いで敗れ、妻のお市の方と共に自害しました。今回は織田家のために忠義を誓い続けた柴田勝家について見ていきましょう。柴田勝家の出自ははっきりしていなく、生まれは大英2年1522年や享禄3年1530年など諸説あります。尾張の国愛知郡で生まれ、父親は柴田勝義と言われており、土豪階層の家であったと思われます。若い頃は織田信長の父信秀に仕え、信秀の死後は信長の弟織田信勝に仕えました。信勝の家老として織田家を盛り立てていました。当時の信長は「うつけ」と呼ばれ、気功が目立つことで有名でした。一方で弟信勝は礼儀正しく有能と見られていたため、柴田勝家や林秀貞ら信勝の重臣たちは信勝を後継者にしようと動き出します。そして弘治2年1556年、柴田勝家林秀貞らに擁立される形で信勝が挙兵します。これが異能の戦いです。信勝軍1700人、それに対して信長軍は700人と半分以下の手勢です。信勝軍が有利かと思われましたが、信長が大声で喝を入れます。この大声に信勝軍がひるんでしまい、逃げ出してしまいます。これを機に信長軍が逆転勝利します。信長は信勝の居城末盛城を包囲しますが、母親のドタ御前の懇願もあり、おとがめなしになります。柴田勝家や林秀貞も信長に謝罪し、忠誠を誓うことで許しを得ています。異能の戦いでの敗北にも懲りず、信勝は再び謀反を計画します。しかし柴田勝家は信勝を見限っていました。というのも、信勝には勝家と同等の家臣鈴木蔵人という武将がいました。信勝は蔵人を重用し始め、勝家のことは軽視し始めます。こうした信勝の蔵人に対する処遇に不信感を持つようになった勝家は、信勝の謀反の動きを知ると、自ら信長に謀反を報告。その話を聞いた信長は信勝の暗殺を決意、仮病で信勝をおびき出すことにしました。柴田勝家は信長が重い病にかかったと嘘をつき、信勝に清洲城までお見舞いに行くようにそそのかしました。そこで待ち構えていた信長の家臣に討ち取られてしまいました。信勝の死後、勝家は信長に仕え、筆頭家老にまで出世していきました。信長に仕えた後の柴田勝家は戦において目覚ましい活躍を見せました。実際に美濃攻略をはじめとする重要な戦には主力武将として参戦することが多く、鬼柴田と恐れられるほど勇猛な戦いぶりを示していたといいます。また書かれ
彼柴田とのあだ名もつけられており、信長を過去に一度だけとはいえ裏切ってしまったことに対する信頼回復に必死な勝家の戦闘姿勢がうかがえます。そんな勝家の姿勢がついに評価されたのが永禄11年1568年、信長は将軍足利義昭がいる京の守役に勝家を抜擢。ついに織田信長の重臣として実力が認められました。そこからさらに躍進していきます。元亀元年1570年には六角氏や浅井氏の監視役として長江寺城に配属。その他同年6年の姉川の戦いや元亀2年1571年の長島一向一揆討伐などにも従軍します。その他浅井朝倉両家の攻略や天正3年1575年の長篠の戦いなどに参加。勝家は数多くの武功を立てます。天正3年1575年に勝家は織田信長の命により越前一向一揆を鎮圧。その功績として越前の49万石を与えられています。そして織田家の北陸方面司令官として北陸制圧に力を尽くすのです。天正10年1582年6月2日本能寺の変が起こり織田信長は討ち死に。この知らせを聞いた勝家は急いで駆けつけようとしたものの、越後上杉軍が攻撃を仕掛けてきたため立ち往生。結局勝家が近江に到着できたのは豊臣秀吉が山崎の戦いにて主君の敵明智光秀を討った後だったのです。秀吉に遅れを取ってしまった勝家。もともと勝家は秀吉のことを成り上がり者と言って嫌っていました。天正10年1582年織田信長の後継者を決める清須会議が行われます。参加者は豊臣秀吉、三輪長秀、池田恒興、そして当時筆頭家老だった柴田勝家でした。勝家は信長の三男で自らが烏帽子親となっていた織田信孝を推します。一方で秀吉は信長の長男信忠の嫡男で当時わずか3歳の三法師を推薦。結局秀吉が主張した長子相続の考えを三輪長秀が支持したため後継者は三法師に決定されたのです。また清須会議では信長が管轄していた領地の再分配も実施されています。結論から言うと領地の取り分においても勝家は豊臣秀吉に大きく水をあけられました。すなわち豊臣秀吉と筆頭家老であった柴田勝家との立場が逆転。明智光秀を討伐した秀吉の功績はそれほど絶大な影響をもたらすこととなりました。完全に出遅れた勝家でしたが、この会議で信長の妹で戦国一の美女と言われるお市の方と結婚します。勝家に不満が出ないように豊臣秀吉が二人の結婚を承諾したとも言われています。柴田勝家が幸せにのぼせるのもつかの間、この後勢力を拡大させた秀吉と権力争いで対立を深めていくことになります。
この対立は天正11年1583年の賤ヶ岳の戦いへと発展していきました。信長の三男織田信孝が柴田勝家と手を組み秀吉と激突。重臣で甥の佐久間盛政の軍令違反や与力の前田利家の裏切りなどにより勝家は敗北。勝家は北の庄城へ撤退します。勝家は敗走する途中、前田利家がこもる越前府中城へ立ち寄りました。裏切りを詰問することもなく、勝家は利家に対してこれまでの窮状を感謝します。北の庄城へ戻った勝家は籠城の準備を進めるとともに最後の祝宴を開きました。宴の様子は皆大いに楽しみ、まるで戦勝祝いのようだったと当時居合わせた宣教師が書き残しています。勝家はその場で秀吉にゆかりのある者は遠慮なく降りるよう勧めますが、家臣らは皆勝家に準じることを誓いました。落城間際に主君を裏切る家臣がいても不思議はないのですが、勝家と家臣との主従関係は強固なものでした。主演も半ば頃、勝家は妻のお市の方を逃がさせようとします。しかしお市は勝家と共に準じることを選びます。お市は秀吉に自筆の手紙を添えて3人の娘だけを落ち延びさせるよう懇願します。翌日、柴田勝家は腹を十文字に裂いてお市の方と共に自害したのでした。いかがでしょうか。主君が変わっても織田家に一生涯身を投じた柴田勝家、軍令違反や裏切りにあっても責めるようなことはせず、温厚で情に厚い人物ということが伺えます。自害の時、お市の方の連れ子3人の姫を脱出させることに成功させています。好きな女性の子供を守ること、これこそが勝家にとって本当の意味での勝利だったのではないでしょうか。一緒に自害の道を選んだお市の方の気持ちがわかる方は高評価、チャンネル登録にクリックをお願いいたします。